こんにちは、リアル D のリオです。今日はですね、これを皆さんご存知ですかね、辛ラーメン大きいサイズコストコで手に入れてきました。20パックって入ってあるんで、まあ一体どんなぐらい入ってるかちょっと開けてみないと分かんないんですけど、こいつとこれですね、デスソース。見たことあると思いますが、皆さん、僕結構辛いのめちゃめちゃ好きなんですよ。なので、じゃあそこら辺の辛いものっていうのでは結構、ああこんなものかって思う派なので、僕の大好きなこの辛ラーメンとこのデスソース何滴まで入れてちゃんと完食できるか、ちょっとそれをチャレンジしていきたいなと思いますので、今日もお付き合いお願いします。じゃあですね、早速こいつを開けていきたいと思います。サイドから開けれるみたいなのでオープンしていきます。うわやばい、すげえ、見てください、丸々入ってますね。こんな感じです。これがまあ縦に10個ってことは、まあ、20個なのかなと。中身自体はもう丸々そのまんまの辛ラーメンですね。今回はこれを2個使っていきたいと思うので、早速じゃあここから2個取って調理に行きたいと思います。はい、じゃあ早速作っていきます。火からつけていきますね。うちの家ね、縦コンロなんですよね、2口なんですけど、結構慣れるまで時間がかかったんですけど、慣れることができて料理も結構する方なんですが、今回はまあ辛ラーメン2つですよね、プラス僕蒙古タンメンめちゃめちゃ好きなんで、この器に入れていきたいと思います。ご存知の方いると思うんですけどね、ポイント貯めるともらえるんですよね。じゃあ作り方なんですけど、辛さだけにまずフォーカスを当てていくっていう作り方をやっていきたいんですが、調味料出しますよね、まあ辛さの素と火薬が入ってます。こういう形で入ってますね。沸く前に入れちゃいます。今から麺湯がくので、こいつも入れていきたいと思います。輪切り唐辛子なんですけど、こんな感じですね。唐辛子ってね、火入れるとほんと辛くなるんで、麺入れて最後仕上げる時にガバッて今から入れていくと思うんですけど、お湯もちょっと沸いてきたんで麺を入れていきます。ちょっとカメラマンの分もね、食ってはいくんで、2人でちょっと今回は食べたいと思います。結構自炊する人って多いんですかね。僕自身は自炊する方だと勝手に思ってはいるんですけど、何かあったら家で食べたいなと思う派なので、ここで調理しながらもうお酒作って飲みながら作っちゃったりとか結構してますね。なので1人分を作る分にはもう2口キッチンで十分なぐらいなんですけど、こんな話をしながら、もう見てください、がっつり沸いてきましたね。とりあえず麺をこう混ぜていきます。でここでちょっと僕のポイントなんですけど、あえて固めでいきます。理由としては、出来上がって汁につけてると伸びてくるんですよ、これで。最後ら辺がもう伸び伸びになっちゃうんで、もうちょっとしたらもうお湯捨ててどんどん調味料入れて、輪切り唐辛子入れて仕上げていきたいなと思ってます。いい感じで湯がやってきましたね。ちょっと水捨てます。だいぶお湯が減りましたね。入れていきます。でこれも勝手ながら僕が思ってることなんですけど、やっぱりこれも辛い素なんで、普通に火消してから入れてくださいって書いてあること多いと思うんですけど、あえてくっつくつに煮てる時に粉を入れて辛くなるように、辛くなったらいいなってぐらいなんですけど、これでまた煮込んでいきます。よし、輪切り唐辛子を手のひら分に入れまーす。煮込んでいきます。ということで出来上がりました。その辛ラーメンよりは辛いとは思うんですけど、この時点で、まあ、2人分なんでちょっと移していきます。よいしょ。蒙古タンメンと辛ラーメンって全く関係ないんですけど、辛いものは蒙古の器に入る資格はあるかなと思うので入れていきます。はい、ということで辛ラーメンがまず出来上がりました。今回これにチャレンジするので、これを開けていきます。よいしょ、ちょっと開けますね。ということでこれで準備は整っております。実食していきたいと思います。もう早速入れていきたいと思います。よし、うわ匂いはね、ちょっとタバスコですね、これ。ちょっと入れていきますね。そんな入れてると食べられなかったら嫌なんで、とりあえず4滴ですね、入れました。さあでここから混ぜていきます。匂いはまだ美味しい辛ラーメンの匂いはしてますね。じゃあいただきます。まだ4滴ぐらいじゃ普通の辛ラーメンの辛さにプラスちょっと後味ピリ辛かなってぐらいですね。もう2、3滴入れていきます。1、2、3、4ですね。じゃあ2口目いただきます。ほんと美味しいっす、めちゃめちゃ。もう一回追加します。1、2、3、4、これで今僕3口目ですね。12滴入ってます今。いただきます。美味しいです。タバスコっぽい匂いだったんで酸っぱくなるかなと思ったんですけど、辛い酸味がすごくマッチしてて、なんか新しい辛ラーメンの味がして、逆にちょっとコクが出てきたかなと思いますね。美味しいです。もう一回追加していきます。ビビ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 ビ、よし、いただきます。
もうあんまし辛さ変わんないですね。一定の量を超えるともう同じ味かなと思いますね。これ普通に美味しいです。ちょっとこのまま完食したいと思います。完食しました。まあ普通に美味しいです。ちょっと正直口の中ヒリヒリはするんですけど、なんかめちゃめちゃ辛いなってわけでもないし、全然これからも辛ラーメン食べるときは入れようかなと思うぐらいちょっとおすすめですね。辛ラーメンの辛さ物足りない人はちょっとチャレンジしてもらいたいなと思います。ちょっと次回以降はもう少し辛いものを探してまた食べてみたいなと思ってます。今回はこれにてちょっと終了したいなと思います。これめちゃめちゃ辛いぞとか、これチャレンジしてほしいとかっていうのがあれば、ぜひコメント一言でもいただけたらすごく嬉しいです。またそういうコメントもお待ちしてますので、今日もお付き合いありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバーイ。